どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好き、ガキオでございます。さて今回はガンプラレビュー動画、エントリーグレード RX93FF ニューガンダムをレビューしていきたいと思います。こちらは昨今話題のニューガンダムのロングレンジフィンファンネル仕様ということで、福岡にあるガンダムサイド F で先行発売されまして、先日プレミアムバンダイでも予約開始されたキットでございます。西山さんから引っ越し祝いで頂戴したキットですね。一応これ設定的には HWS とかダブルフィンファンネル装備仕様と同じように、間に合わなかったニューガンダムの並走プランの一つらしいですよ。 PV とかめっちゃかっこよかったっすよね。それではこちらのニューガンダムレビューしていく。はい、では簡単にランナーチェックをしていきましょう。前回レビューしたエントリーグレードのニューガンダムのランナーに、ロングレンジフィンファンネル用のランナーが新たに追加されたという感じですね。で、その代わりライフルとかシールドはつかない仕様となっております。シールもね、新しいのが付属しますよ。はい、そんなわけで完成しました。エントリーグレード RX93FF ニューガンダムでございます。いや、もともとクソかっこいいニューガンダムのね、この黒の部分がネイビーになるだけでなんでこんな違うんすかね。まあ、どことなくアレックス味はあるよね。基本的な構造は前回レビューしたエントリーグレードのニューガンダムと変わりません。専用のシールが貼ってある感じですね。あと平手がついてくれるのがかなり嬉しい。ほんで後ろから見るとこんな感じでございます。やっぱりこのロングレンジフィンファンネルが目を引きますよね。接続部分は結構単純な構造となっております。この部分はね、新規パーツなんだね。ではいろいろ稼働を見ていきましょうと言いたいところですが、基本的に全部変わりはないので、その辺は前回のレビュー動画を参考にしていただければなと思います。まあでもバチクソ動きますね。めちゃくちゃかっこいいです。では肝心の武装、ロングレンジフィンファンネルちょっと見ていきましょう。いや、すごい造形してますよね。ロングレンジフィンファンネルって、まあ文字の意味はわかんないですよね。まあ細けいことはいいんです、かっこいいから。で、色分けもかなり優秀ですね。赤と白、グレー、黄色がしっかりと色分けされておりまして、赤のこの線はシールです。ほんでこっちのね、ネイビーの部分もシールとなっております。で、こちらが背中に喧嘩させる用のパーツで、で、射撃形態は差し替えで再現します。まずね、ここがこのように外れるんですね。で、この部分を開閉しまして、このように中のパーツを交換して開閉状態を再現します。あ、こうなるとさ、フィンファンネル味が出てきた。で、このように戻すと完成ですね。わー、すげーかっこいいですね。で、背中に装着する場合はまた別のジョイントパーツを使います。こんな感じだね。で、この 3mm 穴に装着いたします。よいしょ。そうするとこのようにね、射撃状態を取らせることができます。なるほど、結構なボリュームですね。まあエントリーグレードだけあって若干ね、安定性は悪いですね。結構プラつきますね。まあこの辺はしょうがないかな。で、さらにね、腕にも装着することが可能です。また別のジョイントパーツを使います。そしたら腕に装着しましょう。はい、構えさせるとこんな感じですね。おお、これはかなりかっこいいんじゃないですか。むしろ肩に背負わせないで、こっちの方がガキ用は好みだったりします。でもね、いいですか皆さん、ちょっとね、重い。ちゃんと肩をつけててもやっぱり微妙にね、重さで下にへたってしまう。この辺やっぱりエントリーグレードって感じしますな。同じく発売されてる RG だったらね、この辺はしっかりと固定されるのかなとは思いますよ。あー、で、注意点なんですけど、通常のハンドパーツもつくんですけれども、この手の甲の白いパーツは1個ずつしかつかないんで、平手かこのグーパンは選ぶ仕様です。しかしながらエントリーグレードのニューガンダムからライフルとシールドはかっぱらえますし、ハイグレードからね、バズーカもちゃんと借りることができますので、こうやってフル装備状態も再現することが可能です。こうなるとやっぱりすげえかっこいいな。はい、そんなエントリーグレードのニューガンダムロングレンジフィンファンネル仕様、めちゃくちゃかっこいいっちゃかっこいいんですが、ちょっとね、プラつきがあったり、手に装備させるとロングレンジフィンファンネルが重すぎるっていう難点はございますが、もう見た目がめちゃくちゃかっこいい。なんならやっぱりHG で出てほしいなって思うガキオでございました。はい、というわけで今回はガンプラレビュー動画、エントリーグレード RX93FF ニューガンダムのパチ組レビューをお届けしてまいりました。やっぱさすがニューガンですね。兵装が違っても全然かっこいい。ただやっぱりエントリーグレードなだけあって、各関節部分のね、緩さだったり、ロングレンジフィンファンネルが安定しなかったりっていうのはあるんですが、まあその辺はね、入門編ということで、これはこれでいいのかなと思います。でもライフルとかシールドとかサーベルとかバズーカとか全部突き起こしい方
方はですね、やっぱり RG なのかなとは思います。とにもかくにもこれはこれでとても良きなキットでございました。また次回の動画もご覧ください。ガキオでした。